私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、ハフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？反物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だって、エリオの脚本にないものはどうだっていいもの！呼吸するその感覚、覚えておいて。痛くないわ。これはヘルターかしら？うん。若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？私の記憶によれば、クラブの歴史に名を残した80数名のうち、大半は天寿を全うしてたけど。そういえば、数日しか生きることができなかった奴もいたわよね。名前、覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも、不老不死とか言って、すぐ主人公にやられてるし。長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？反物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。
この人知ってるわ。ロード・オブ・サイレンス、ポルカ・カカム。見て、顔の部分が空っぽでしょ。この人、全宇宙にある自分の肖像画と彫像を破壊したのよ。興味ないし、さっさと仕事仕事。これはザンダー。ザンダー・ワン・クワバラ。史上初の天才ね。あの伝説に出てくるヌースを作った人間？そう。伝説が事実であれば、彼はアイオーンを作った男になるわね。事実じゃないように祈ろう。ザンダーハンターなんて呼ばれたくない。この人は？知らない。この白ひげのじいさんは？知らない。クラブのメンバーかも。銀狼見て。君のライバルのスクリューガムよ。言ったでしょ。あの時は彼だって知らなかったって。あの一戦でエリオは君の存在を知ったのよね。宇宙にスクリューガムのプログラムを突破できる人がいるなんて。スクリューガムにヘルタ。こんな短い間に二人の天才にちょっかいを出せる人はもういないでしょうね。これも全て運命の導きかしら。はあ、なら私は運命の奴隷に違いない。タイミングが悪かったようね。痛くないわ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は、照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？
私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと、何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。はっ、よし、はっ。役に立たない刑事ね。知恵の従者たちは何を考えているのやら。よし、ヘルタ、君は会ったことある？宇宙ステーションに自分の名前をつけるなんて、センスがいいのか悪いのか。本物は会ったことないけど、肖像画なら何度か見た。残念。先は宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。
今度は私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつでいこう。バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。止まって。前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。こんなすぐ餌にかかるなんてね。呼吸するその感覚覚えておいて。痛くないわ。お別れの時間よ。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見ると、この女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理、アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは、私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは、本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど、手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりはすべて揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。
部屋にある端末設備を調べて、そこに器物があるかもしれない。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。あら、この端末メモリがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。でどうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。これは器物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。
エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオは、この選択を下すのはあなたでないといけない、とも言っていた。彼女に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの？彼女。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。よかった。私を覚えているのね。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰で、なぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど、信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて。すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間。これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え？うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは
反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。壊滅のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅大群は近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽閉たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。そうそう、ピンクの髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し泊まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。もう見てないで。ほら行くよ。
あいつら逃げてきたんだ。うちが懲らしめてやるから見ててね。うちに出くわすなんてついてないね。いや、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。いや、ほら、動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。やっ、おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。後で真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。殴ったね。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。よっ、
ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。うちの出番。即戦即決でいこう。一人ぼっちはやだよ。始めようか。くらえ！分かった。うちじゃないからね。絶対に反物質レギオンのせいだよ。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな。防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。
争いに意味はない。今だ。うちってばなかなかやるじゃん。いや。くらえ。今さら後悔しても遅い。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。へいや、貴様たちは仲間なのか。そうだよ、うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確かカードを一枚渡されたような。ミツキ、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あったあった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。
行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。すまない、宇宙ステーションはミス・ヘルタから任されている場所だ。俺はまず主制御部分とカインの安全を優先しなければいけない。だから貴様らには少しだけ回り道してもらうことになる。本当にすまない。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。気の使い方がおかしいでしょ。ありがとう。今さら後悔しても遅い。チェイハッ。あんたの番だよ。過ぎ去ったことは重要ではない。争いに意味はない。今だ。うちの出番。いや。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっはっ。チェイクはっ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら。
ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。即戦即決で行こう。やっ、争いに意味はない。今だ。過ぎ去ったことは重要ではない。にしかないやつだよね。いや、光炎水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ふん、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光炎水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。着いたの？あんまり敵に遭遇しなかったね。あ、声に出して言っちゃうとヤバい気がしてきた。成長したということだな、美月。
下手に動くな。生死虚実、一年の間なり、同天剣家、常務一角。ふっはっ、うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。破るためにある。始めようか。くらえ。うちってばなかなかやるじゃん。ほら、痒くもない。殴ったね。争いに意味はない。逃がさない。どけ、騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。アウト。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。即戦即決で行こう。あんたの番です。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？行くぞ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。
俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして。私は姫子。請求列車のナビゲーターよ。つまり、列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。うちらは若いんだよ。はつらつと前に突き進むべきでしょ。この人結構見る目があるよね。でしょ炭鉱。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。エミリア、落ち着いて。彼女がこんな災難に遭った時はどうするか考えるの。10杯のコーヒー、一粒の薬、それともアイオーンの機密書類に埋め尽くされた部屋に逃げ込む。このコーヒーすごく苦い。苦すぎる。じゃあ、どこにいるの？すごく怖いよ。先生、俺は外に行かないと。レスリーにメッセージを送るんだ。バカ者、まだ目が覚めてないのか。外に出たいのならまずはこの肋骨を倒せ。わしが叩き直してやる。逃げるな、貴様。
今、すべてのスタッフがここに避難している。しかし、宇宙ステーションにある人外生物を誰も考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか？あれらは権利や保証を得ることができないのか？そう、人外生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。このような危機的状況になっても彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ヘルタ銀河法制科の優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをしている者たちの目を覚ますという責任がある。もしお前が俺の活動に興味があるのなら、俺のそばで共に旗を振り声を上げよう。器物の権利を守れ。人外生物を救うんだ。一緒に器物の権利を守れ。完璧だ、同行者。力を合わせてもっと多くの人を引き込もう。器物の権利を守れ。人外生物を救うんだ。今、すべてのスタッフ、あれらは確かに、この宇宙ステーションは昔から数えきれないほど銀河の器物や宝を収集している。しかしこのコレクションの中に命あるものが含まれていることは誰も知らない。だがこの俺、ヘルタ銀河法制科の、もしお前が俺の活動、器物の権利、一緒に器物、よくやった、器物の権利を、ま、今す、あれらは確かに、そうだ、俺はヘルタ銀河法制科の優秀な研究スタッフであるルカーチだ。生存の危機に瀕している今もなお、すべての人外生物にある生命の権利のために奔走している。声を上げている。もしお前が俺の活動に、器物の権利、一緒に器物、はあ、お前もお上品なエゴイストなんだな。狭い考えの人類中心主義者だ。そのよどんだ目を覚まして、我々の周りにいる小さき命を見ろ。器物の権利を守れ。人外生物を救うんだ。ヒーラ、見たかい？歴史はいつも繰り返す。歴史？ガン、宇宙ステーションでこれほど大きな騒ぎを見たのは初めてです。ヒーラ、君は僕らを助けに戻ってきてくれるかい？僕らが同じような危機に面した時、もし当時の君が母なる星の救済に成功していたら。母なる星、私の母なる星、すみません、よくわかりません。大丈夫だ。もしヒーラに聞こえたら彼女には理解できる。間違いない、間違いないわ。怨霊の執念は形ある手となり、昔日の災厄は天を覆い隠す尾となる。アイオーンの機密書物の内容と一致する。あれは壊滅のナヌークの追従者、反物質を鍛えてできた銀河戦争の兵器。まさかこの目で見ることができるなんて。
あなたもアイオーンの権威と奇跡を見に来たの？だったらあっちに行って。ほら、あそこにいい場所がある。生身で観測するときは交差干渉に気をつけて。じゃないと細部を逃してしまうことがある。アイオーンの次元はとてもかすかな兆候しかない。絶対に見逃さないで。どうしよう。さっき他の人が収容部分にもモンスターがいるって言ってた。私がカポにあげたプレゼントが応用物理科の分析室に残ってるんだ。言っておくけど、今回宇宙ステーションを襲撃したモンスターは数十種だよ。中にはステーションのリストに記録されてない新型もいた。何歳になったんだよ。まだ子供みたいじゃないか。もう泣くなよ。モンスターの真似してあげようか。うわレーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長、戻ったよ。はぁ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はぁ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でも、あなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。
私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら。それはとても助かるわ。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、請求列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アイオン、アキビリが何なのかについては、ここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ？光塩水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオンの追従者たちは記憶の断片を抽出して光塩水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ？光塩水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光塩水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限り、スターピースカンパニーだけがガーデン・オブ・リコレクション公認の光塩水化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの光塩水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。ううん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。
ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で稀有で危険な収集品があると言われている。彼女の性格からしてその可能性は高いわ。はあ、彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミス・ヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミス・ヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の学問であり、経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミス・ヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミス・ヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないとかえって家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに、彼は命令を聞かずもう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来、そんな人間は84人しかいないわ。だから、ミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。スタッフのケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ、このくらいの痛みなんて何ともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。
今言ったことはアスター所長には言うな。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。バーを下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター。下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら？覚えられた？じゃあもう一度、まずはバーの方向ね。上は周波数帯目。事前調節の手順は3つで、まずは周波数帯目。準備はできた？順序が違うわ。バーを上にして周波数帯メーターをオン。準備はできた？完璧よ。ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいて、まだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。
もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は 142,856 回の攻撃を記録している。次の数字は 142,857 回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。行きなさい。ここは私が。でも行きましょう。サポート部分シールドは持たない。あなたたちもここ任せて。早く。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。反物質レギオンにとって、ここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼女を連れてね。ん？なるほど。彼女は重要な存在なんだな。彼女は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、分かった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。
うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。逃がさないわ。さ、全部あんたのために用意したのよ。もちろん誰でも構わないわ。逃がさない。殴ったね。ついはっ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。あっちだけど、どうやって行けばいいの？争いに意味はない。動かないでね。今祝福してあげるから。ちゃんと直さないと。順番にね。逃がさないわ。今さら後悔しても遅い。うちってばなかなかやるじゃん。いや、いや、戦闘は成功なデザインなの。
逃がさないわ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。ほら。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。対処法を考えよう。あと少し。下手に動くな。始めようか。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。ちゃんと直さないと。破るためにある。うちがいるんだから負けないよ。殴ったね。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。殴ったね。戦闘は精巧なデザインなの。やっ。即戦即決で行こう。逃がさないわ。今さら後悔しても遅い。うちの出番。生死虚実、一年のまなり、同天剣剣、超無一角。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。ルールは破るためにある。やっ。ちゃんと直さないと。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。
始めようか。くらえ！争いに意味はない。今だ。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。というのに。即戦即決で行こう。やっ！痛くも痒くもない。始めようか。くらえ！下手に動くな。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。即戦即決で行こう。成功なデザインなの。はっ！さっ！ここ！せっ！はっ！うちの出番！動かないでね！今祝福してあげるから！逃がさないわ。殴ったね。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。
うちがいるんだから負けないよ。殴ったね。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。ルールは破るためにある。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、うちってば、なかなかやるじゃん。動かないでね。今祝福してあげるから。争いに意味はない。せいっ、はっ。うちがいるんだから負けないよ。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。これからというのに。前者来たらずか。下手に動くな。
うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。逃がさないわ。殴ったね。逃がさない。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。やっ、殴ったね。逃がさない。順番にね。ありえない。いや、うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。殴ったね。動かないでね。今祝福してあげるから。あんたの番だよ。逃がさないわ。さ、全部あんたのために。順番にね。逃がさない。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。やっ、ふん、ふん、ルールは破るためにある。即戦即決で行こう。くらえ。戦闘は精巧なデザインなの。やっ、動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。順番にね。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。逃がさないわ。さ、全部あんたのために。やっ、うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。
私の負け。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。順番にね。前者来たらず。下手に動くな。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。継承よ。ちゃんと直さないと。やっ。せいはっ。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。対処法を考えよう。下手に動くな。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。やっ。逃がさないわ。殴ったね。戦闘は精巧なデザインなの。争いに意味はない。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。逃がさない。かゆくもない。殴ったね。ちゃんと直さないと。順番にね。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。やっ。逃がさない。殴ったね。戦闘は精巧なデザインなの。へっ。やっ。
うちがいるんだから負けないよ。やっ、痛くも痒くもない。逃がさない。逃がさないわ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。さあ、全部あんたのために用意したのよ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。ルールは破るためにある。やっ、生死虚実、一年のマナリ、同点元気、聴無一角。ふっ、はっ、戦闘は精巧なデザインなの。ふん、動かないでね。今祝福してあげるから。どけ、騒ぎを起こしたくはない。今だ。ちゃんと直さないと。ふっ、やっ、いや、殴ったね。争いに意味はない。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。戦闘は精巧なデザインなの。順番にね。逃がさない。殴ったね。どけ、騒ぎを起こしたくはない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。ちゃんと直さないと。ふん、ふん、やっ、今だ。逃がさない。殴ったね。うちがいるんだから負けないよ。